おはようございます。2015年5月24日日曜日、6時5分どころか5時5分です。おはようございます。なんじゃそりゃ。言い方がおかしい。ちょっと今朝も訳あって、1時間も早く配信しておりますけれども、ライブで見ておられる方、ありがとうございます。朝早起きしてって誰もいないかな。録画のお楽しみの皆様、すいません、6時5分に頑張って起きて見ておられる方は、ちょっとね、1時間早めに、だんだんなんかサマータイムにしようかな、これも。そんなこと言ってて自分がついていけんのかっていう話もありますけども、さて、ですね、今日はCネットジャパンから、スマホサイト以外で買い物は無理、高校生はスマホオンリーということなんですけども、まあなんかね、時代がすごいもう激変してきてるなぁと。この前からこういうネタばっかりなんですけど、スマホを使ってる若者と社会とのギャップがすごく大きくなってきているということで、情報にね、接することっていうのは若い人たちの方が当然、その特にデジタル情報ですよね、に関してはもうめちゃくちゃ多いですよね。その大人よりも、特に年配の方々よりもはるかにデジタルの情報に接している若者は、接している情報量は桁違いに多いです。ところがですね、一方で、じゃあそのコミュニケーションスキルっていう意味で考えた場合は果たしてどうなのかと。情報が多いがゆえにですね、コミュニケーションスキルが今度ね、落ちてきてるっていう、そのスマホが便利すぎてですね、なんていうのかな、コミュニケーションスキルが本当その落ちてきてるというのがあるんですよね。で、これはコミュニケーションスキルが落ちてきてるのは別にその若者だけではなくて社会全体がそうなんですけども、それはね、ものすごくその感じてる部分はあります。コミュニケーションとか、まあ、この前からね、もうその大学生が東京工科大でしたっけの新入生の調査でも、そのメールを使うっていう人がどんどん減ってきてて、友達とのやり取りももう LINE とかで、済ませてると。で、総務省の調査でも、もう10代の子供たちは友達とのやり取りでメールを使うなんていうのはもう3割ぐらいしかいないと。ほとんどがもう LINE だとか Facebook だ、Facebook じゃないか、 LINE ですね、もう LINE でやり取りするというようなことになってて、メールすら使ってないということになってきて、で、それがですね、もうすごくいろんなところに影響を及ぼし始めていると。まあ、今回のこの、まあ、ニュースというよりもコラムのようなコラムですけれども、で、この中で書かれているそのスマホ以外で買い物は無理っていうのは何のこっちゃいなという話なんですけども、要はスマホ以外っていうのはパソコンのサイトですね、 PC の画面で、買い物をするっていうの、オンラインショップを使うっていうのがもうね、できない高校生が出てきてると。で、スマホだと非常にちっちゃい画面の中に必要最低限の情報だけがこう載ってるんですね。だから操作もすごくシンプルにして買い物ができるようになっていると。ところがですね、 PC の画面にそういうそれにも慣れきってる高校生が PC の画面を見るとですね、情報量が逆に多すぎてどこを何をどうしていいのかがわからないということで、まあ、その女の子なんですけども、その女子高生はお姉さんが帰ってくるのを待って、その社会人で仕事してる、まあ、会社でも働いてるお姉さんに、購入手続きをやってもらったということが書いてあってですね、まあ確かに言われてみればそうだなと思いました。逆にというか、まあ、私なんかね、こうコンサル屋さんやってたりすると、企業の人にスマホ対応とかね、という時に情報をこういかに落とすかっていうことでこう頭悩ますわけですけれども、逆にその情報を落として必要最小限の情報だけに接してる高校生とかになってくると、 PC になると情報量が多すぎてもう訳がわからんと、うざいっていうね、そういうことになってきてるというのが、いやはやこれはもうね、大量な情報に接するがゆえに出てきてる弊害というか、よりシンプルなものにしかもう受け付けなくなってきてると。スマホのサイトで見ることによって必要最小限しか見ない、
でこれがですねいろんなコミュニケーションとかにも影響してきていて、で、ある大学生なんかも、ね、興味ある企業がインターン募集してるというのを知って、で、そこにですね応募するのにどうしたかっていうと、メールを書くんですけども、メール書くのに、タイトルなしで本文はインターン希望、それを1行書いて送った。そりゃあかんやろとお前そもそもどこの誰やねんというのも何も書かずにそれだけで送ってると。いや結局あの LINE なんかでやり取りしてるとですね、そんなあの細かいことを書く必要性がないわけですよね。会話のように、要は目の前にいる人に話しかけるかのように、LINE ってやり取りが始まる。いきなり 本題から始まっちゃうので、相手が誰なのかこっちが誰なのかっていうのはもう認識できてるのが当たり前の上で、LINE って、その会話が始まるわけですよね。でそうするとそういうことに慣れてると、自己紹介するとか相手が誰かを確認するとかそういうことがもう抜け落ちていくんですね。でメールでのやり取りなんてしたことがないから、いきなりもうただ要件だけ書いて送ればその LINE では通じてたから、それを同じようにやってしまうと。だからこれこういうことになってくるとですね、そういう若い人たちがこれから社会人となって、会社に入ってくる、いやはや、まあ、教育係というか新人研修は大変よなというのをつくづく感じます。これ別にね、今の若者がどうのこうのではなくて、環境がこう激変してるがゆえにそういうことが急激に起きてきて、でそういう変化が起きてることを大人も分かってないですよね。大人の方も LINE とかってそんな使ってるわけで、ようやく今ってだん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 、年齢層が上がってきて40代50代でも LINE とか使い始めたので、なんとなくどんなものかっていうのが分かりつつあるような状況ですよね。それによってコミュニケーションがどう変化してるかっていうのがようやくちょっと分かりかけたかなっていうところで、実はそこそれがもう当たり前になっているその10代20代の若者たちのコミュニケーションの取り方、そういうことと今までのそのメール、あるいはあのファックスの書面でのやり取りだとか、そういったものの違いっていうのがようやく大人たちが理解でき始めたと。だからこそこういう問題っていうのは何が課題なのかって、最近の若者はって言って片付けるのは簡単なんですけども、ただその若者たちを指導していかないといけないわけですから、それがあの働くかないといけないというか、働けるようにしなきゃいけないと言ったらいいのかな、言い方がおかしいですけども、なんかそういうその社会に出てきて他の人と全く面識のない人に連絡を取る場合にどうやったらいいのかっていうの、相手の立場から見た場合、自分の立場から見た場合とか、そういうことをねよく考えることを教えていかないといけない。まさにこうデジタルコミュニケーションをですね、しっかりと教育していかないと、コミュニケーションレスにどんどんなっていくというか、あのコミュニケーションの仕方がわからないがゆえにコミュニケーションできないというか、あのやったことないっていうね、そういう文章を書いたこともないし、メールにタイトルをつけるって意味がわからないとかね、携帯メールですらどん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 タイトルってみんな書かなくなってきてるし、あの書いてもすごい短いあの文章で書いてるだけだったりしますよね。それはもう打ち込むのがめんどくさいからっていう単純な理由ですよね。でそれであるがゆえにメール、携帯のメールってどん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 雑な日本語になってきてるというか、雑なコミュニケーションの仕方になってきて、めんどくさかった絵文字っていう、もうでもう LINE なんかもっと極端になってきてますよね。だからそれに慣れてきていると、そのビジネスでのやり取りっていうのが、そういうなのがどんどんおかしくなる。でこれがあの日本国内だけではなくて、これからその海外ともっと競争しなきゃいけなくなってきている時代の中において、自分の考えていること、思っていることを的確に伝えられないとですね、その海外との企業の交渉とかってできなくなっちゃうんですよね。だからそこら辺がこれからは本当、その今しっかりとその辺の教育をやっていかないと、多分あっという間に日本って、
どん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 世界から取り残されるというか、競争できない国になっていくと。いくら技術を持っていてもそれを売り込むことができないというか、あの他の人に説明できないことになってしまったら、あの全く話にならない状態になり、なってしまうと、ちょっとその辺がですね、まあ見てて気になったところですよね。もう本当当たり、あのパソコンだと当たり前の、あのカット&ペーストとかドラッグ&ドロップなんていうのがですね、ようやくみんな使えるようになってきたかなと思ったら、スマホしか使ってない若い人たちは何のことかわからんと、コピー&ペーストの何のことってドラッグ&ドロップなんて言ったらもう全然こう意味がわからない。まさにね、あの昔の年配の方々がもう意味がわからなかったのと、あのダブルクリックの意味がわからなかったとかね、そんなんと同じようなことがどんどんこう今若い人たちに起きてきてると。だからなんていうんですかね、30代40代50代あたりの人が一番いろんなことを知ってるのかな両方をちゃんと理解できるできるかなできる、うん、できる世代になってきちゃってるっていうか、もうなんかあのそういう 両端ですよね。ご年配の方、本当その70代とかの方々と、その若い10代20代があのパソコンのスキルがめちゃめちゃ低くなってくるっていう、そんなことになりつつあるんじゃないかなと、なんかすごい世の中になってきましたよね。果たしてこれでどういうふうに今後 その人間のコミュニケーション、まあどう考えてもやっぱりね、間に人工知能が入るコミュニケーションになってこざるを得ないような、直接人間とのやり取りっていうのがもうめんどくさ、うざっていう、そういう世の中になりそうな気がします。さて、そんなところでこの話題をやってるとですね、どん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 私長くなっちゃうんで、今日はこれぐらいにしておいてなんじゃそれ。そんなこんなで今日も元気にやっていきましょう。ではまた。